ビスビュー級コルベットは、スウェーデン海軍のコルベットの艦級、ステルス艦として、特徴的な設計で知られている。また戦闘に満たない小型の艦型ではあるが、艦隊艦ミサイルや無人潜水機を搭載して、他任務に対応できるように装備されている。スウェーデン海軍では、1991年に、実験艇、スミーゲルを浸水させ、ステルス艦の実験に供していた。 表面硬化線形を採用し、電波吸収体を塗布するなど、レーダー反射断面積の低減を図っていた。RBS-15 艦隊艦ミサイルや、可変深度ソナー、機雷探知機の搭載試験などが行われていた。当初計画では、同定の成果を踏まえて、YS-2000 型ミサイル艇と ESB、型層海艇が建造されることになっていた。 このうち、全社に当たるのが本級である。旧式ミサイル艇の更新のために20隻の建造が予定されており、1995年10月17日に2隻が、1996年12月17日に2隻が、そして1999年9月にさらに2隻が発注されたものの、コスト面の問題から、後に建造数は5隻に削減された。の経緯により、 本級は、ステルス管として建造されており、RCS だけでなく、赤外線、磁性、音響、視覚、鉱石波など、あらゆる領域で、ステルス化が図られている。当初は55メートル型の総動線として、計画されていたが、線形の増大に伴って、結局、従来通りの単動線形とされた。船質としては、炭素繊維強化プラスチックが採用されており、 構造方式は、サンドイッチ構造、成形法には、真空樹脂岩心製造法を適用、また船体を3分割したブロック成形も導入され、非常に先進的な手法として、世界的に注目された。サンドイッチ構造の CFRP を採用したことで、フレームがなくなり、小さい缶型の限られたスペースを、最大限に活用できるようになった。しかしこのために、 艦内の通路は狭く、上下左右に屈曲した配置となっており、居住区も狭くなっている。元々 FRP 製の船舶はレーダーに移りにくいのに加えて、本級では特に RCS を低減するように設計された上、上部構造物にはラムが塗布されている。これらの配慮によって、非探地距離は大幅に短縮されており、同台の艦では 50km で探知される、 状況下で計画値としては荒れた解消状況であれば 13km、穏やかな解消状況でも 22km での探知困難を目指していたのに対して実際の性能はこれを上回り荒れた解消状況で 8km、穏やかな解消状況でも1 1トルまで探知できない。フランス方面に航海に出た際にレーダーには映っていないのに 自動船舶識別装置には表示されているという陳事が発生し、当局が周辺を航行している船舶に注意喚起する事態となったことから、平時は上か前後部に4本の遠筒形レーダー反射器を装着して航行している。現代の艦船では珍しく灰炭色の低止人塗装ではなく、フェリス名採風のパターンを施している。機関にはコドック方式を採用しており、 低速機として、ムツ 16V2000N90 ディーゼルエンジン2機、高速機として、ハネウェルベリコー TF50A ガスタービンエンジン4機を搭載する。推進機として、カメは 125SII ウォータージェット2軸を駆動するほか、バウスラスターも備えている。なお、推進軸も炭素繊維性となっている。また、現、揺ら装置として、フィンスタビライザーが設置された。 電源としては、急ったフラスキーに v T ME、V1308T2ME-1550、ディーゼルエンジンを原動機とする発電機を3セット、搭載する。赤外線の副射を抑制するため、排気は海水によって冷却された上で、完備の凹んだ部分から海面に向けて放出する、形態となっている。戦術情報処理装置としては、セルシウステック QLV マーク、3E セトリスを搭載した。 16機のコンソールが配されている。デンマーク製のイン、フォカム X2000 統合通信システムを搭載し、戦術データリンクに対応する。レーダーとしては、3次元式のシージュラフ AMB と、対水上捜作用のスキャンター2001を搭載する。また、ソナーとしては、ジェネラルダイナミックス、カナダ社のハイドラ統合ソナーを備えているが、これは高周波のバウソナーと低周波の VDS タス。 から構成されている。また、音響信号処理の支援のため、コンピューティングサービスカナダ社の那覇と推測予設システムが搭載された。これらの水速装備は、対戦線と大気雷戦の両方に用いられる。艦隊艦ミサイルとしては、RBS-15 マーク2が搭載されたが、間もなくマーク3に更新された。股間防空ミサイルの将来装備の余地が確保。 されているが、実現していない。艦砲としては、70口径 57mm 単装速射砲を搭載した。これは、従来同国海軍で用いられてきた砲と、同口径同砲身長だが、新型の知能化砲弾である 3P 弾に対応すると、共に、レーダー反射弾面積を低減した新型砲塔を採用しており、更新は、必要時には、 ステルス設計の砲塔内に格納される。対戦兵器としては、小型の 400mm 魚雷発射艦を搭載する。なお、当初は、エルマ対戦迫撃砲を発展させた 127mm 口径のエレクトを搭載する計画もあったが、予算削減に伴い、2007年に開発中了された。また本級の新機軸として、大気雷戦にも対応できる。その場合、 無人潜水機として、ダブルイーグルマーク、スリーローフ S、そして自走式機雷処分用弾薬として、シーフォックスを搭載する。これは、同国海軍のランドソルト級機雷総統艇に搭載されたのと同じ装備である。なお、後部艦板にはヘリコプター艦板が設置され、船体内には小型のヘリコプターを収容できる格納庫を設置する余裕も確保されているが、 最終的な設計では格納庫は削除されており、現在のところは関西ヘリコプターは搭載していない。ありがとうございます。